はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は旅行に行くときに持ち歩くバッグの中身紹介をしていきたいと思います。今回は東京に旅行に行くんですが、お母さんのお姉ちゃんが東京に住んでいるので、大体はそこに泊まるんですが、いろいろな場所にお出かけに行くので、そこからお姉ちゃんの家まで遠いと帰るのが大変なので、遠いところに行くときはそこのお出かけしたところの近くのホテルに泊まったりするんですが、大体はお姉ちゃんの家に泊まるので、その時に使うものとかは全てもう東京に大和から発送しているので、洋服とかは全然ないんですが、飛行機で使うものとか、あと持ち歩くものを今回はご紹介していきたいと思います。1日目はホテルに泊まるので、その時の洋服とかも持ち歩かないといけないんですが、それは別にキャリーケースの中に入れて持ち歩くんですが、今回は私がずっと持ち歩いているバッグをご紹介していきたいと思います。今回はリュックと手提げのバッグの2つを持っていくことにしました。ではまずはリュックの方からご紹介していきたいと思います。結構動画が長くなると思うんですが、ご興味のある方のみぜひ最後まで見ていってください。1個目のバッグはこちらになります。こちらのリズリサのリュックになります。こちらは結構前のバッグの中身紹介でも紹介したこんな感じのリュックになります。リュックにもできるし、手提げにもできるし、肩掛けにもできるサンウェイバッグになります。私は今回はずっとリュックのつもりです。では早速こちらの中を紹介していきます。今年のサマンサのバッグを買った動画を出したんですが、あれより結構お買い物するので、今回はお買い物している時にずっと持ち歩くとバッグが邪魔なので、リュックにした方が便利かなと思ってリュックにしました。でも入りきらなかったものもあって、どっちみち手提げを持つ羽目になっちゃったんですけど、まあいいとして紹介していきたいと思います。まずはこちらになります。こちらは食料というか、ちょっと何かお腹が空いた時にちょこっと食べるものになります。ダイソーで買ったマイメロちゃんのケースに入れています。中はこんな感じになっているんですけれども、まずは飲み物を空港で買うので、その時にバッグが濡れないようにするこちらのペットボトルケースです。それから結構水分補給とかした方がいいので、水とかも買ったりするんですけど、こういうなんて言うんですかね、ゼリーのものとかってすごく鉄分とかカルシウムとかビタミン D とか入ってるので体にいいので、こういうのはちょっと糖分取りたい時とかにちょっと飲んだりするのに持っていきます。あとはこちらのピュレグミです。これは私が小さい頃というか小学生ぐらいの時からずっと大好きなグミで、こちらも持っていきます。甘酸っぱいパウダーがかかっているグミで、お菓子の中ではグレープ味が一番好きなのでグレープのものです。でこちらはオレンジです。オレンジのグミもすごく好きなんですが、こちらは違うとグミの果汁グミの温州みかん果汁 100% です。みかんとかの味を食べるとなんか結構ビタミンとかがあるからか元気になるので、ちょっとビタミンが足りなくなってきたなと思ったらこれを一つ食べたりするとちょっと元気になるので持っていきます。でこちらはハイチュウです。こんなにたくさんいっぱい食べないんですけど、持ち歩いていた方が安心なので一応こちらも持ち歩きます。こちらはハイチュウのブドウです。そして次はこちらのプルンとこんにゃくグレープゼリーです。ここを切ってちぎると食べることができるこちらのこんにゃくゼリーみたいなものなんですが、こちらはすごく美味しいのでこちらも持ち歩きます。
してこちらが飴になります。フルーツのグミとかをたくさん買ったのでフルーツの飴じゃないものにしようかなと思って、こちらの私の好きな、これはねよくわからないんですけど、水飴を固めた飴みたいな感じのものなんですけど、純つゆかなというもので、こちらの飴はこっちが紅茶味でこっちが普通の味のなんですけど、砂糖の味だけで他はどんな味でもないんですけど、砂糖の味でこれは糖分を取りたい時に舐めたいのでこちらは持ち歩きます。なんか結構渋い飴なんですけど、見た目はでも本当に砂糖っていう感じの味です。で次にこちらはカロリーメイトです。カロリーメイトは飛行機でもし何かあった時のためとかに持ち歩いていた方がなんか気持ち的にも落ち着くので、こちらは一応持っていきます。万が一ということはないと思うし、そんなに別にカロリーメイトが好きっていうわけでもないんですけど、カロリーメイトはなんかいいかなと思ったのでこちら一つ持ち歩きます。こちらのお菓子のポーチはこんな感じです。そして次はこちらになります。こちらはフラワーフェアリーズの前にいただいたジップロックなんですけれども、この中にはウェットティッシュ、それからポケットティッシュ3つ、あとはビニール袋とこちらの絆創膏になります。手を拭きたい時とかにこちらのティッシュを使っアルコールティッシュを使って、こちらは普通に何にでも使えるのでティッシュは持ち歩いていた方が安心なので、そちらと、と何にでもゴミを入れたりする時とかに使えるビニール袋と、あとは万が一怪我をした時のための絆創膏です。飛行機で怪我することって暴れない限り絶対ないし、何もね、作業とかするわけでもないしカッターとかを使うわけでもないので怪我はしないと思うんですけど、なんか一応ね逆向けから血が出たとかそういう時とかに使えるので一応持っていきます。そして次はこちらです。こちらはメガネになります。こちらはこんな感じのポーチになってるんですけれども、こちらが私のメガネです。すごく目が悪いんですけど、メガネが嫌いで本当はつけなきゃいけないのは分かってるんですけど、メガネをつけるとそんなになんか変な感じがして嫌なんですよね。でも遠いものを見るときとかにつけます。近くのものは見えるので遠いものを見なきゃいけなくなったらこれをつけます。そしてこちらはティッシュ&ハンカチを入れているポーチです。ここに1個ティッシュを入れてるんですが、さっきのものは予備です。これはこんな感じで中に櫛と目薬とハンカチを入れています。そして次はこちらです。すいません揺れちゃいました。こちらはサマンサの名刺ケースです。こちらは以前に購入したもので動画ではまだ紹介していなかったものになるんですけれども、こちらはこんな感じで名刺を何枚かな数えてないけど入れています。一応名刺を持ち歩くようにしているので、視聴者さんに会った時とか何か一応ねお会いする機会があった時とか一応こういうのを持ち歩くようにしているので名刺は持ち歩きます。そしてまだ中には入っていないんですけれども、こちらのサマンサのバッグについていたこちらのケースになります。このサピカケースなんですけど、この中にはサピカが一応入ってるんですけれども、サピカに武井美紀さんのシールを貼ってるものが入ってるんですけど、とサピカはと東京では使えないので東京では別のカードを買わないといけないんですけど、これはちょっと置いていきますね、いらないので。東京に行った時に、東京だとなんだろう、スイカ？あんまり詳しくわかんないんですけど、地下鉄とか全然乗らないので、でもあっち行った時は乗らなきゃいけないのでそれを入れるために持っていきます。そしてバッグ最後になるんですがお財布です。お財布には
とまだお金は入ってないんですけれども、こちらのお財布を持ち歩きます。リュックの中はこんな感じで以上になります。とまだまだ動画が続くので、とお時間ある時に見ていってください。次は手提げのバッグを紹介します。手提げのバッグも同じくリズリサのものなんですが、こちらのリズリサのバッグを持っていきます。アイスのデザインですごく可愛くて、こちらは結構大きくて A4 クリアファイルが縦で入るようなぐらいの大きさのバッグになっています。この中にはリュックに入りきらなかったものを持っていくんですけれども、まずはこちらです。お買い物をした時に物を入れるバッグになります。今年の福袋のアンクルージュのバッグで、かなり大きいサイズなので、お買い物した買い物したものをすべてこの中に入れてまとめて持ち歩くのにいいかなと思って、こちらは畳んで入れています。そして次はこちらです。これは武井美希さんのクリアポーチなんですけれども、この中には iPad と、あとはイヤホンと動画を撮る時のスタンドと、こちらはマイメロちゃんの指人形と、こちらは動画を撮る時に床に敷いたりする時に、こういう何でもね、こういう可愛いものを敷いたりしてるんですが、こちらの布を持っていきます。多分あっちでも購入品とか動画を部屋で撮ることもあると思うので、外で撮影する時以外はこういうのを引いておいた方が可愛いので、こちらも持ち歩きます。この指人形は今回最近サンリオショップで購入したんですが、旅行の動画とかを撮る時に指にはめてマイメロちゃん登場させたら可愛いかなって思ったので、ちょっと遊び心でこちらは持ち歩きます。iPad は YouTube を見たりとかいろいろするときに使います。そしてこちらは自撮り棒です。これはクレアさんでたまたま売っていて購入したものなんですけれども、こちらのマイメロちゃんの自撮り棒で、ここにスマホを挟んで撮影します。こんな感じでこうどんな角度にも曲がるのですごくおすすめです。ここの部分を外してパーツを他に何か小さいケースに入れておけば、これとこれが分解して小さくコンパクトにできるんですが、いちいち組み立てたりとか、撮影したいなっていざなった時に組み立てるのがすごく面倒なので、そうもうこの形のままの方がいいなと思うので分解せずに持っていきます。いちいちパーツがなくなったとかになったら大変なので、パーツがなくさないようにもうそのままにしています。で、最後になるんですが、こちらのポーチです。こちらは私が大好きなマステを入れているんですけれども、飛行機が私嫌いなので暇つぶしになるものはないかなと考えて、 YouTube を見るのもいいんですけれども、こちらの私の好きなマステをと持ち歩きます。とトランプとマステを持って行って、トランプにマステを巻く作業をやろうと思ってこちらを持っていきます。でもマステを切るときにハサミが必要なんですが、と飛行機ではハサミを持っていくことができないので、の引っかかってしまって、そんなものを持っていかないでくださいってなっちゃうので、こちらを持っていきます。これなら多分大丈夫だと思うんですけれども、このプラスチック素材でギザギザになっているものなので多分いけるかなと思うんですけれども、無理だったらしょうがないんですけれども、プラスチックの素材でできているこちらのマステカッターになります。これをマステに、何でもいいんですけど、こういうマステとかにこうやって、すいません揺れちゃって、こうやって入れてここでビリってすることができるものです。これをいちいちつけて切るのはめんどくさいんですけど、ハサミを使えないのでしょうがないです。で、この前 MT のイベントで購入したこちらの北海道の大丸富士セントラル限定のマステを6本巻きたくて、こちらのダイソーのトランプを買ったんですけど、5本しか巻くことができないので、自分でビッグトランプを買って自分でカットしました。角丸くんでここを丸くしたものなんですけど、このビッグトランプの横幅がちょうどマステ6個分の縦の長さだったので、限定マステを6種類こうやって巻いていこうかなと思って、全部ビッグトランプをカッターでカットして角を丸く切ったものになります。
これを何個巻けるかなって思うんですけど、丁寧にいつも巻いているので、販売するものは丁寧に作ることを心がけているので、丁寧に巻いてたら多分時間があっという間に過ぎるかなと思ったので、ちょっと好きなことをして暇を潰したいなと思ったので、飛行機にこちらを持ち歩きます。結構重いんですけど、重いって言っても、まあ、いっぱいマステ持ってくんですけど、自分の中でお気に入りのものだったりとか、マステを巻き巻きしたいなと思っているマステを持ち歩きます。全部は多分巻けないと思うし、巻くつもりもないんですけど、暇つぶしにいいし、あと何かマステを見てると楽しくなって気分が上がるので、やっぱりマステ大好きな人なので、私マステを見てるだけでなんか楽しいんですよね。なので好きなものを持ち歩こうと思って、大好きなマイメロちゃんのポーチにマステを入れて持っていくことにしました。カッターがマジじゃなくて、もしって言おうと思ったので、なんでマジって言ったんだろう。もし、カッターっていうかこのマステカッターが持っていけなかった場合は、持っていく意味がないんですけれども、まあ、ホテルとかちょっと時間がある時とか、移動時間とかにやっぱり暇になるので、そういう時にちょっとね持っていこうかなと思って用意しました。はい、という感じで、このポーチじゃないや、手提げバッグの中に入ってるものはもうないです。はい、というわけで今回は旅行の時に持ち歩くバッグと手提げバッグのご紹介でした。ご視聴していただきありがとうございました。いつも使っているスマホスタンドがこれっていうわけではないんですけれども、大きいスタンドを本当は使ってるんですけど、それはちょっと旅行に持っていくには大きすぎるので、コンパクトにできるこのダイソーで購入したカメララックを使っています。持っていきます。こういう感じのラックもダイソーで買ったりしたんですけど、あっちのやつの方が使いやすくて、ずっとあのラックは愛用しています。なのでこちらはこういうのも買ったりしたんですけど、お家で撮るときとか、まあ、どこにでもねいいんですけど、これもでも一番あのスタンドが安定感あるなって私は思っているので、あちらを持っていきます。ダイソーに売っていて使いやすいので、よかったら皆さんも買ってみてください。ご視聴していただきありがとうございました。長い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。旅行先でも動画アップすると思うので、またその時はよろしくお願いいたします。行けるかどうかわかんないんですけど、準備したものを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。